今新横浜にいるんですけど、まあ、新横浜をねすごく久しぶりに来ましたよ。横浜には割とよく来てるんですけど、まあ、いつも東京の方から東海道線で来たりとか渋谷から東横線で来たりとかなので、この新横浜に来るのは本当に久しぶりです。そして今から家に帰るところで、行きは渋谷から東横線で横浜駅まで行ったんですけど、まあ、帰りはねまた別のルートを使いたいなと思って、まあ、どういうルートで帰ろうか考えたところ、久しぶりに東海道新幹線でも乗ろうかなと思って、まあ、新横浜から東京のすごい短い距離ですけど、まあ、その区間だったらね自由席が結構安い値段で乗れるので、なので今から東海道新幹線に乗っていきます。でちょうどこの後19時発の、東京行きのこだま738号が東海道新幹線の新型車両の N700S で運行されるそうなので、まあ、せっかくなのでその N700S に乗っていこうと思います。 N700S は今年の7月にデビューしたばかりですけど、自分ね未だにまだ乗ったことがなかったので今回が初めての乗車になります。まあ、今日は普通車自由席に乗っていきます。確かにライトが今までの N700A とは違うな。1番線の電車は19時ちょうど。非常に綺麗だ。やっぱりていうかこの N700S を生で見るのは今回が初めてですね。なんだかんだ最近東海道全然乗ってなかったので、この行き先表示の LED も今までの N700A よりはだいぶ鮮明に表示されるようになりました。そしてあれが N700S のロゴですね。乗った瞬間に漂う新車の匂い。従来の N700A では窓側の席にしかコンセントの電源がついてなかったんですけど、この N700S からはこのように肘掛けのところに全席コンセントの電源が取り付けられるようになりました。そして N700A の時はセミアクティブサスペンションというサスペンションが使用されていたんですけど、この N700S はフルアクティブサスペンションが使用されています。なのでそのことによって横揺れが低減されていて乗り心地も向上しています。そして今トイレに来たんですけど、まあ、トイレもねすごく綺麗ですよ。やっぱり新幹線に長時間乗ってると途中でトイレ行ったりしますけど、まあ、こんな感じでね本当に家とかどっかのお店にあるようなトイレと変わらない感じの、こうしてねウォシュレットとかもちゃんとついてます。これ別にわざわざ言うことでもないと思いますけど、僕ねこのウォシュレットがねついてないとダメなんですよ。どうしてもねこのウォシュレットがついてるトイレじゃないと用を足すことができなくて、いつもねどれだけお腹が痛い時でもこのウォシュレット付きのトイレを探すまでは絶対にトイレに行かないんですよ。だからそれぐらい僕にとって重要な装備であるウォシュレットがこうしてちゃんと新幹線にもついてくれてるのはすごくありがたい話です。そうやって撮影をしている間にあっという間に品川に着いちゃいましたよ。もうこの次が終点の東京です。それともう一つこの N700S の特徴的な装備があって、駅に到着する手前になるとこの車内の照明が少し明るくなるんですよ。もうすぐ明るくなるので少し見ていてください。あ、これ今ですね、今明るくなりました。分かりましたかね。ちょっとねこの車内の照明が明るくなったんですよ。これどうして照明を明るくするかというと、この客席の上の荷棚に置いた荷物を忘れていくお客さんが結構多いらしいんですよ。なので駅に到着するときに照明を少し明るくして、その乗客の視線を上の方へ、荷棚の方へ向けてもらうことによって忘れ物を防ごうということらしいです。まもなく終点東京です。中央線、山手線、京浜東北線、東北、高崎、常磐線、総武線、京葉線、東北、上越、北陸新幹線と地下鉄線がお乗り換えです。
それでこの N700S と今までの N700A の外観の違いなんですけど、まず N700S はこのねライトが LED になりました。で今このお隣に止まっている従来からある N700A の方はライトがね LED ではなく HID なんですね。だから今まで HID を使ってたのが今回の新型の N700S から LED に変わったということですね。まあ、あとこのライトの、ね、デザインも若干ねこの N700S の方がちょっといかつくなったというかねかっこよくなりましたね。そんな感じで今日は新横浜から東京の短い区間の乗車だったんですけど、まあ、またねいつか名古屋とか大阪とかもっとそっちの西の方まで行く機会があればぜひこの N700S を選んで乗っていこうと思います。とりあえず今日は短い区間だったけど普通車に乗れたから今度はねグリーン車乗ってみたいですね。ということでまた次回 N700S 乗る機会あれば動画にしたいと思います。それでは今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。